本日ご紹介するギターはこちら、マーチン HD28V というモデルになります。こちらのモデル、戦前の D28 の復刻モデルとなっておりまして、惜しまれつつ現在は生産されておりません。数ある復刻モデルの中でもこの HD28V かなり人気があります。一体どんなギターなんでしょうか。これから皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そしてプライスのことを少しだけお話しします。皆さんご存知の通り、マーチンギター年々値段が高騰してきてます。 D28 のスタンダードモデルでも45万円、そして現在販売されています戦前モデル1937オーセンティックの価格104万円です。なかなか手が届きません。しかし今回ご紹介するこの HD28V、 もしかしたら手が届く金額かもしれません。動画の最後ではプライスも発表します。ヴィンテージモデルお探しの方、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは憧れのアコースティックギターを紹介するアコギ専門チャンネルです。アコギが大好きな方、ぜひチャンネル登録お願いします。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状はおなじみのドレッドノートタイプです。塗装はオールラッカー塗装、トップ材ヒソカスプルース、いかがでしょうか。この木目が整った綺麗な材を使用してます。サイドバック、インディアンローズウッドです。こちらもトップ材同様に綺麗な真サメの上質な材を使用してます。ネックセレクトハードウッド、指板ブリッジはエボニー、スケール約645ミリ、ブレーシングは戦前モデルと同じスケロップされたフォワードシフセットエクスプレーシング、ナット幅約 43.2mm で薄めの V シェイプです。現行モデルの D28 スタンダードのナット幅は約 44mm です。ですので幅広ネックが苦手の方やバレーコードを握り込みに引く方にも大変弾きやすいネックシェイプです。では装飾を見ていきます。ペグはマーチン刻印が入った五等製オープンバック、ヘッド付き板にはオールドデカールド号、ダイヤモンド指板インレー、べっ甲柄ピックガード、ロングサドル、ヘリンボーンバインディングが特徴です。ちなみにこのヘリンボーンのヘリンとはお魚のニシンのことで、ボーンは骨、ニシンの骨という意味になります。現行モデル D28 と比べてみます。バインディングが違うだけでギターの表情が違いますね。皆さんはどちらがお好みですか。ではコンディションの説明です。この動画では先にマイナスポイントをお伝えしますが、こちらのモデルマイナスポイントがほぼほぼありません。経年によるネック裏の白濁、ネックヒール部のバインディングの収縮による隙間、若干のこぎず等の使用感はありますが、製造から9年経った個体と思えば大変綺麗なコンディションです。というのはこちらのモデルワンオーナー品となっておりまして、前のオーナー様が大切に敷かれてきたそんなギターです。ですので備品好きな方にはもちろん、新品のご購入をご検討だった方にもおすすめの個体です。ストラップピンの増設やピックアップの取り付け跡もありません。消耗パーツも合わせてフルオリジナルです。フレットは8割以上残っておりまして、透明リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元は決まりません。トラスドットにも余裕があります。現行は12フレットの6弦側約 2.6mm、 1弦側で 1.8mm と標準の高さにセッティング済みです。サドル山もまだ十分にございますので、お好みで現行調整が可能です。以上の内容から、外見のみならずプレイビリティも大変良好です。やはりユーズドのギターというのは、いくら外観が綺麗でもプレイビリティ、演奏性に問題があればいいギターとは決して言えません。ですのでこのプレイビリティに不安を感じる方や、遠方の方で思想せずに買うのが不安だ、過去に通信販売でギターを買って失敗したという方にも安心してご購入いただけます。私が自信を持ってお勧めするマーチン HD28V です。ではサウンドレビューです。数あるヴィンテージ復刻モデルの中でも人気が高いこの HD28V、 一体どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひお聴きください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。さすが人気が高いヴィンテージモデルですね。素晴らしいサウンド。では少し解説をします。まずこの低音から聞いてください。いかがでしょうか。こののぶとく深い低音、マーチンならではのこの太さです。そして中高音です。いつまでも鳴り止まないロングサスティン、よくお聞きください。いかがでしょうか。このローズウッドならではのきらびやかな美しい中高音、マーチンならではの鈴なりサウンドです。そしてブレーシングがスケロップされたフォワードシフテッド X ブレーシングという言葉ありまして、うわっと広がりのある倍音、この太い低音、まるでグランドピアノを奏でているような、そんな重厚感がしっかりと感じられます。ちなみにフォワードシフテッド X ブレーシングの説明をしますと、この X ブレーシングの X の位置がこのサウンドホール寄りになっているのをフォワードシフテッド X ブレーシングで言います。それによってですね、トップ板の振動率が高くなることによって広がりのある音がするというのも特徴なんですね。しかしデメリットもあります。やはりこの X ブレーシングが前に行くことによって強度性というのが控えめになったりします。それによってブリッジの下が膨らんでくるという症状もあったりするんですけども、こちらのモデルは製造から9年ほど経っている個体の割にはですね、そういった膨らみというのは一切ありませんので、そういった意味でもすごくいいギターだと思います。そして粒立ちもいいですね。そして特にですね、このローミッド、サウンドホールよりちょっと前の方で弾いたこのローミッド、これがたまんないですね。音量もしっかりありますので、ピックでガツンと弾いた時の爽快感っていうのが感じられる、そんなギターです。今スタンダードの D28 をお持ちの方でちょっと物足りないなという方にもおすすめのモデルです。皆さんがこの HD28V を手にしたらどんな曲弾いてみますか。ぜひこのギターにまつわる思い出話ですとか、俺だったらこんな曲弾くなとか、俺は何年製の HD28V 持ってるよとか、そんな方いらっしゃいましたら、ぜひコメントシェアしていただけますとすごく嬉しいです。どんなコメントが来るのか楽しみにしております。ではプライスの発表です。こちら2014年製マーチン HD28V、 価格は396,000円、税込みでのご提供です。いかがでしょうか。数ある復刻モデルの中でも大変人気があるこの HD28V、 これだけ綺麗なコンディションの個体はめったに出てきません。そして優れた演奏性、素晴らしいサウンド、ぜひHD28V お探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会です。ぜひこれを機会にご検討ください。
ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。このギターには純正のハードケースが付属します。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想ですとかご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせございます。当店はオットリーヤ公式 LINE 好評配信中です。このオットリーヤ LINE では当店に入荷したギターを優先して配信してますので、アコギをお探しの方、アコギが大好きだという方はぜひご登録をお勧めします。ご登録方法はこちらの QR コード概要欄にございますのでチェックしてみてください。もちろん登録費用は0円です。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ紹介してないギターたくさんございます。この中にあなたがお探しのギター、憧れだったギター、夢だったギターがあるかもしれません。ぜひ今後のオットリーヤチャンネルをお見逃しないように楽しみにしておいてください。チャンネル登録がまだお済みない方は今のうちにチャンネル登録もお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。